はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はすっごい便利な WA プロダクションが出したインスタコンポーザーというソフトをご紹介します。今日までこんなソフトがいつできるかずっと追い続けていてた、そんな感じの人工知能を使った作曲支援ソフトです。今までいろいろ使ってきましたが、どうしても気に入らなかったのがメロディです。メロディが最初の頃はほとんどのソフトがアルペジエーターと変わらないような商品が多かったですが、今回自分なりに納得ができる素晴らしい商品が出来上がりました。ただしセッティングが初心者の方には少し分かりにくい部分もありますので、今日はまずはセッティングということに集中した動画として皆さんにお伝えしたいと思っています。村長ミュージックスタジオ。まず画面の構成ですが、見ての通り5つのトラックがあります。この5つのトラックに初期値としてはメロディ、リズム、ベース、パッド、コードというふうに楽器ではなく雰囲気というか系統に分かれています。これはいつでもメロディーメロディーのように変えることもできます。でもまずは今日はこのままの値でやりたいと思います。まずセッティングすることですが、まあ、メロディーをピアノにしようとか、そしてリズムというのはこれこれこういう音源にしよう、まあ、ベースはベースで決まりですけれども、そうやって5つのトラックを分けたいと思います。まずメロディーはピアノを割り付けたいと思いますので、僕の持っているピアノソフトをトラックに挿します。そしてこのように挿したら DAW にはダイレクト入力というような項目が必ずといってあると思いますので、今回はスタジオ1の画面で紹介しますけれども、このようにしてチャンネル1、チャンネル1というのは出力のチャンネルのことです。そこにインスタコンポーダーを割り当てます。そして MIDI のチャンネル1から入ってくるというふうにセッティングをします。そして次2つ目は僕の持ってるマルチ音源で言えば IK マルチメディアのサンプルタンクを入れてみたいと思います。はい、このようにサンプルタンクを入れますが、別にここのチャンネルは自由でいいんですけれども、インスタコンポーダーとの順を分かりやすくするために向こうのチャンネル2はこのチャンネル2に入れたいと思います。そしてここで、まあ、リズムとは書いてありましたが、リズムというのはドラムという意味ではありません。刻みのあるような音源という意味ですので、ここはオルガンをちょっと選択したいと思います。オルガンは適当に選択をしたいと思います。ハモンド系のオルガンですね、 B3 と書いてますが、これを割り当てます。はい、このように割り当てました。そしてもう今一気にですね、3番はベースでしたのでそれは飛ばして、4番の方にはパッドということでしたのでパッド系の音源を割り当てたいと思います。シンセパッドを割り当てます。何でもいいんですが適当なパッドをここで割り付けます。もし不具合があれば後で切り替えたいと思います。次にチャンネル5はコードということでしたのでストリングスなんかを割り付けてみたいと思います。ストリングスのオーケストラ音源のようなものを5番に割り付けたいと思います。こうしましたら入力のところをこれも分かりやすくするために2番としておきます。そして3番は飛ばして4番も同じように割り付けていきます。はい、これでサンプルタンクの割り付けは終了しました。次にベースです。ベースのソフトはイージーベースを入れてみたいと思います。
今日のところは音色の作り方などは飛ばしておきますが、このように初心者の人がわからなくならないようにチャンネル3に割り付けます。はい、これで割り付けセッティングは終了しました。それでは今日は、セッティングとは言いましたものの、簡単に概要がわかるところまで説明をしたいと思います。わかりやすいようにキーは波長調の C にしておきます。そしてスケールはメジャーコードにしておきます。このようにしてまず人工知能に全体を割り当てるのには、ここにオール 1,2,3,4,5 とありますが、オールを選びます。そして今コード進行は C メジャーばっかりになってますので、これを選択するのにはいろいろ方法がありますが、これも人工知能に作らせてみましょう。ニューコードプログ、プログというのはプログラムのことです。それを押すとそのたんびにこのようにコード進行が出てきます。なぜか1,2,3,4,5とこうあるのにですね、2のところにはコードが入っていません。これはどうしてかというと、上の数字というのが小節番号ではないからです。これは画面の一番下にビートパーバーというふうに書いてあります。ここで4というふうに今なっているのは4拍子という意味です。そしてその右の下にそれをどのように分割するのかということが表示されます。いわゆる1ビートをいくつのノートにするか、4にするということは四四十六ということになります。そしてこの2にすると8になります。このようにして画面は今16小節まで見えていますが、これをスクロールすると最大このソフトは32というところまで割り付けができます。これは一概にビートとかいうことを言えないです。32分割というイメージで覚えてください。そうしましたら横のマイナスでこのように全体が見えるようにしておきます。これで左側をオールにして5をするとこのように17以降は作られませんでした。それはなぜかというと、ループの範囲をここで設定しているからです。これを32まで最高に三角を上げると、今度は全てのビートに対して音符が割り付けられます。じゃあこれで聞いてみましょう。はい、このようになったわけです。また5を押すとすぐにこのようにオールを選んでいますので、全てに対して新しいアレンジが登場します。もう一度聞いてみましょう。ストリングスが大きいのでベロシティを変えます。また5を押します。このようにして作ることができるんですが、じゃあ伴奏はこれで気に入ったと、メロディーだけを切り替えたいというようなことが起こります。ちょっとメロディーが分かりやすいようにボリュームを DAW の方で上げておきます。じゃあその時にメロディーだけを作りたい時は、このメロディーのトラックの数字を選択するか、もしくはこの5の下のところで
このように選択をすると1のトラックだけをもう一度作り直すという作業ができます。はい、このようにですね、どん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 作っていくことができます。そしたらこの調子でどんどん変えていきます。はい、このようにできるわけですけれども、ちょっと気になることは、じゃあ人工知能がやったメロディーだけしかできないのかと言いましたら、画面の下の方に今ジェネラルというタブが表示されていまして、その下にはパターンボリュームというのがあります。そしてその下にはハーモニータイミングというのもあります。大きく3分類に分かれているんですけれども、これらのパラメーターを次の機会には細かく言いますが、まずこのジェネラルのところだけ少しお話をしたいと思います。ここではベーシックなのかエキゾチックなのか、いわゆる少し変わった感じにするのかベーシックなのかというのをここで選べまして、そのような変わったメロディーができます。ちょっとメロディーが分かりにくいので、今メロディーのところだけをこのようにミディのピアノロールででも表示できるんですね。そしてもう少し分かりやすいようにプラスで拡大しておきます。これでスクロールもできますので、このようにしてメロディーができているわけです。ここで次のパラメータポピュレーションというのは音符の細かさです。例えばレスというのにすることにより、このように細かな音符になります。そして単純です。こちらにすると複雑になります。ここでその度合いを変えれるということになります。次もかなり重要です。クロマティックというふうになっています。今はゼロになってますので、キーが C ですか、発見のところにばかり音符が表示されているようになっています。いくら押しても発見から基本的に外れることがないです。でもこのクロマティックを反対側に回すと、このように黒いところにもいくつか音符が入っています。いわゆるアボイドのようなイレギュラーな音ができます。これをもっと上げましょう。そしたら黒鍵にかなり音符が入ります。はい、そしてこれは一旦ゼロに戻しておきます。次はこのノートがスケールに合わすのかコードに合わすのかということです。コードに合わすというのは、基本的にアルペジオのようにその小節で決められたコードがありますが、そのコードの範囲の中で音が作られるのか、もしくは左の方に回すとスケールということになりますので、コード以外であってももちろんスケールを外すということはないわけですけれども、スケール感のあるメロディーが作られます。コード音だけではなくって、動くスケールがこのように作られていきます。ここも度合いは中間でやるのもいいでしょう。次はバーストラクトというふうになっています。いろいろ英語がいっぱい出てきてなかなかわからないので、僕も英語を調べたりしながら雰囲気をつかんでいきました。ここはランダムとスマートというふうに表現されています。スマートというのは小節の中であまり音の動きがないです。まあ言えばあるように見えるんですけれども、
出現率の話になります。これを逆の方にするとこのようになります。同じ音が続いたりとかいうようなパターンが多く表現されるようになります。今度は小節ごとですけれども、これが今スマートになっています。小節ごとのイメージが、例えばこれも真ん中ぐらいにしておくと分かりやすいのでちょっと説明しますね。一番分かりやすくなってきたら、まあここでコードが上がっているので、分かりにくいんですが、このように一つのコードで上がったり下がったり上がったり下がったりというパターンがある一定です。でもこれをランダムの方にしてしまうと、この先頭の方で演奏されているパターンと小節が変わった時のパターンがどんどん変わっていきます。はい、ここでこのように山のように盛り上がってみると思えば、後半はすごく簡単なベースラインで音が作られています。このようにランダムにすると動きのあるものと動きのないものがいろいろ混在されたりします。でもこれをスマートにしておくと、どこかよく似たようなパターンになっていきます。小節の中でこうやって上がったり下がったり、これが一つのパターンになったりすることがあくまでも多いということです。で、最後のパラメーターはフィルインということになります。これもフィルインの出現率を、左側いっぱいはノーになっていますし、これを上げるとフィルのような動きが作られやすいという性質になります。このようなことをいろいろセッティングをして、その中でどのように作るのか、今だいたい標準的なところに戻しました。これで Go を押すとこのように変わります。これでメロディーだけをどんどん変えて鳴らしてみます。そしてこのソフトのすごいのは、例えば3トラックはベースというのを入れてます。ですからやはり出てくるそのフレーズももちろん低い位置に出てきやすいので、今音符が見えてませんよね。このように下の方に行くと低い領域でベースが作られます。今ここオクターブが0になっていますが、ベースの標準はこのように低い位置で作られるということになります。そしてこれをソロにして一度聴いてみます。案外低いですのでちょっとオクターブ上げておきます。もうちょっと細かく欲しいなと思ったらここを上げます。フィルムを足してみます。そしてここをコード感のあるようにします。
今のようにスライドまで入ります。今コード感を強くしていますが、今度はスケール感を強くします。メロディーのようなベースラインが作られます。はい、もう少し中間ぐらいにしてみます。はい、まだ欲張りな方はもっとできないのかということになりますが、ここでパターンをもっとアッドで生成するようにして、そしてレングスの長さなどをベースですから木だみというよりもうちょっと玉の長い音符をしたい、もしくはここで同じようなリピートがもうちょっとあった方がいいのか、そうじゃないのかみたいなことをこう触っていきます。バリエーションも多く作るようにします。こういう風になりますので、鳴らしながら聞きます。はい、このようにスライドも入りました。一つ一つのこのような奏法の出方はここを選ぶことによって切り替えていくこともできます。その他にもここで例えばギターとかに合うようにちょっとずつ遅れてストラミングをしているような装飾音符的な音になったり、あとはハーモニーの出来方というようなものもこのようにできますが、ただし今はベースを選んでいるのでハーモニーがそうはできません。でもこれがパッドを選んでおけばこのバリエーションによりいろんなパターンが出現しやすくなります。もう少しジェネラルに戻って細かい音符を作ってみましょう。はい、このようにして今度はソロを外して全体を聞きながらいろいろ調整していきます。ここもオクターブ上げます。本当に便利ですね。そして何せ今までよりもメロディーの作り方がワンパターンじゃないということです。そしてこのようにできましたら、ミディのドラッグドロップが全体でやりたいときはここの下の方のところのドラッグというのをこのように引っ張ってくると5つのトラックが簡単に引っ張ってくることができます。そして自分の好きな音源を入れるというのも一つの手です。そして例えばメロディーだけが気に入らない、もしくはこういうこともできます。これでこの5つともを完全複製します。まあ1番2番3番というようなものですね。でも2番と3番のメロディーは変えたいと思う時があります。
この時も1番だけをもう一度変更します。いろいろメロディーをこう切り替えますよね。今度は1番のところにもドラッグというのがありますので、それをドラッグしていくとここだけが変えれます。はい、また5を押して変えて、自分がこのように、あ、気に入ったと思えば、またメロディーだけをドラッグすれば、これで3番目のパターンができたということになります。はい、もうなんか全部話したような感じなんですけれども、最後に一番簡単なところも言っておきます。画面に対してプラグインのウィンドウは右角などを選んで小さくすることはできませんが、上のメニューからユーザーインターフェースのサイズを切り替えることができます。邪魔になる方は小さめにすればいいですし、僕のようにシニアアイ、いわゆる老眼になっているものはかなり大きくしておくと見やすくって便利になります。もう今まで僕が待ちに待ってたというようなもので、クリエイティブな DTM をやってる方には全くいらないようなものかも分かりませんが、アイディアツールとしては今までスケーラーであったりとか、この同じ WA プロダクションが開発しているインスタコードとか、そういうものもたくさんありましたけれども、 DAW に近いようなことができて、かといってバンドインなボックスのように大方出来上がってしまって作ることが楽しくないというようなこともないですし、ちょうど中間的な存在で本当に素晴らしいソフトウェアが発表されたと思っています。特に今レポートしている2021年10月1日現在では、プラグインブティックさんでイントロセールというのをしています。通常は1万数千円するソフトですが、3000円ちょっとで導入ができますので、一度興味のある方は検討されてもいいんではないでしょうか。今日は WA プロダクションのインスタコンポーダという便利なアレンジ支援のソフトウェアをご紹介しました。あとはドラムなんかをつけて素早く楽曲を作成する、もしくは MIDI をいじっていろいろ自分なりなアレンジを加えていく、そういうのにとっても重宝に使えるような気がしています。ありがとうございました。村長でした。